さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ、ママの、ママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、そしてママが楽しめる、ママの気持ちが楽になる、そんな情報を、私藤のテイストでお届けする、30分番組なんです。ちょっと今日は最初からちょっとテンション違うかもしれないんですけど、今朝ですね、すごいいいビッグニュースが飛び込んできて、なんで笑ってるんですかね飛び込んできましてね、今年のね10月10日に岡田准一さんの図書館戦争の映画がね続編があるんですけど、なんとそれを前にですね、ドラマが、スペシャルドラマだと思うんですけどね、あるというニュースが今日の朝一で飛び込んできまして、もうワクワクしてる状態で、ちょっとね、なんだろうな、そのこうやって私喋ってる間もこうほっぺたが赤くなってしまっているのが、もしかしたら画面から分かってしまわれちゃってるかななんて言ってるんですけどそれぐらいすごい楽しみな、まあ、今年は秋にかけてコンサートもあるっていうことで、すごい楽しみにしています。で、まあ、なぜこんな話をしたかっていうと、まあこのねママラフが始まってから何度もかお話ししてるんですけど、なんかママが楽しめるっていうことで、ママの中にもきっと私と同じようにこうこの人が好きって追っかけてるね、ママも結構いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思ってて、でそういう方々って、まあ、おそらくね、ツイッターされてたりとか、まあ、もしくはブログを持ってたりとかで、まあ、いろんなそういう思いを発信はされてると思うんですけどね、なんならここでお高いしちゃいませんみたいな、なんかちょっとそういうのもやってみても楽しいかなと実は思っています。なので、もしね、いや私そのお高い参加してテレビの前で、インターネットテレビの前でぜひ私はこの人が好きとこう発信したい、なここが好きとかね発信したいっていう方がいらっしゃれば、まあもうジャニーズも多いと思いますけれども、いやジャニーズじゃなくてもいいです、じゃあいいって言ったらおかしいな、ジャニーズじゃない方でも全然 OK です。もう本当にこの思い、私よく言うのはそんな浮気心でって言われるんですけど、浮気じゃないんです、本気でもないんです、病気なんですまあそれぐらいもう私も病気よっていう人どんどん募集しております。なんだろうな、Facebook ページでもいいですし、もうなんなら Facebook の私の個人のね、もう今なんかすげえね、スタッフがディレクターが受けてくれてるんですけども、まあ、でも病気です、まあでも病気までいかなくても本気ぐらいでもいいっすわ、いいっすわって言っちゃったそれぐらいの方ぜひぜひお高いで一緒にここで盛り上がってママラフ楽しんでいただきたいなと思っています。メインはもっとちゃんと真面目なお話をさせていただきます。では、ね、今日のゲストをご紹介させていただきます。スーヒ&カラープラス絵本プレゼンターの津村みのりさんです。今日はどうもありがとうございます。はい、もうみのりさんとはどれくらいかな、5年ぐらいぐらいって言ったぐらいかな、何の終盤、何の終盤っていうことになりますけどね、まあ、ね終盤の方でね、ちょっと大きなイベントとかの時に一緒にねさせていただいて、そこからでもね、お互いそれぞれの道を着々と歩んでいるというところなんですけど、いやいや、とんでもないね、私でもね、そうそう、抱っこセミナーをもうね、みのりさんが主催をしてくださったおかげで、そこからの広がりがすごかったので、もう本当にありがたいって思ってるんですけれども、今日はまたちょっと私的に言うと、なんだろう、初めて今口にしたぐらいのイメージスーヒ&カラー、今日はちょっとスーヒ&カラーの方がメインになりますけれども、はい、まずちょっとどんなものかを説明していただいていいですか。はい、ね、ちょっとね、岡田先生ネタ言ったからね、涙が溜まっちゃって、はい、すいません、濃い話できないですけど、全然全然オタクといえば、うん、私ももうこれを始めてからオタクになるぐらいの、うん、芸能人の人の生年月日を調べてみたりとか、うん、ラッスンご恋愛の人とかを勝手に調べて自然座的な感じでね、やってるんですけど、うんうんうん、こういう風に生年月日から、うん、その人の数字とカラーを出してきて、うん、でキーワードをしたりとか、うん、その生年月日終わったら次旧姓の名前をローマ字にして、うん、またそのローマ字をカラーと
数字に表してその誠実とか本質とか使命とか外から見られた自分とか内に求めているものとかをこう生まれる前から自分で決めてきたっていうことで、うん、それをこう気づいてもらう思い出してもらうみたいな感じの。それはあじゃあ生年月日、はい、あれ生歴の生年月日生歴の生年月日と、あと名前、はい、名前からそうやって、まあ、数字と色をまず導き出すみたいな感じで、で、そうでちょっとね私あの今日前にあの見ていただいたんですけど私はね5のターコイズターコイズなんですね。超自由自由で、あと水にすごく関係あるので水ってこう入れ物によってこう形変えれるように柔軟性もあるし、あとこう止まってると濁ってしまうので行ってしまうみたいな、マグロみたいな海遊魚みたいな、そうですね、まあ、こう動いてるとクリアになっていく、だらしいんですね。私もでもあんまりそういう自分自身にがそうだっていう意識がない、どちらかというと枠にはめられる方が楽だと思ってたので、案外に私それ生年月日間違ってんじゃないのって思うぐらいなんですけど、そうではないと。そうですね、あとはもうこういう風に生きたいと思って生まれてきたりとか、うん、本人気づいてないけど的な、でも結構周りから見てると自由やなと思いますけどまあそうらしいんですけどね、はい、あそうなんです。みのりさんは何なんですか？私は7なんです。7紫で、あんまりだから一人の時間とかを結構大切にしてしまうので、こうわーっとやってても帰って赤ちゃんとかが寝静まってから一人の時間大切にしたりとか、あとすごい自己探求がすごい深いので哲学的とかも掘り下げていく精神的な面の方にすごいフューチャーしてしまうんですけど、あそうやってじゃあそれぞれの分析したりとか色が出てくると、はい、出てきます。うん、そうなんですね。でそこからその何かいろいろなその本質、本質、これが本質、これが本質、これが本質、生年月日で本質を出して、で名前からは、名前、そうですね、名前からはこのペルソナって言って、外から見られた自分っていう、ペルソナって仮面っていう意味、あそうですそうです、ね、外から見られた印象を出して、今度ハート数っていうことで魂が求めてるみたいな、自分はもうこれがしたいっていうのを、ポイントっていうので出して、で次はこの表現示すって言って、今度はあの自分が何のためにこの社会にできるかみたいな、使命、はい、使命です、使命も出てきます。ああそうなんですね。そのみのりさんがもともとはね実はあの知り合ったのはベビーマッサージなんですだって一応でいいですね、あのなのでここにその数比とカラーっていうこのねやり方にきっかけ、はい、踏み込んだきっかけっていうのは何かあったんですか？はい、そうです、そのベビーマッサージのところをこうやめる直前ぐらいに、それまで娘が2歳だったんですけど、その2歳ぐらいの時に私7なのですごい完璧主義とか枠にはまるみたいな感じなので、もうこの子のためにと思って、もう本当にプレースクール行った後、午後はもう稽古の時間みたいな感じで、もう週7ぐらいでお稽古させてた週7毎日週7毎日もうダブルヘッダーもあったみたいな、ピアノプレー行ってプレーあのピアノ行って、えどんなバレー行ってみたいな感じ、ピアノバレーピアノバレースイミングダンス、英語、なんか本当にありえないぐらいやらしてたんですけど、まあ、それはもうこの子のためって思ってたんですけど、 それが一番ね、ダメなパターンだったんですけど、それであのちょっと娘がだんだん表情もなくなってきて、2歳なのに、でもだんだん3歳でも続いてたんですけど、2歳、3歳、4歳ぐらいまで続いてて、でその時にあの次何したらいいって言われることがすごい多くなってきて、娘さんに娘さんがママ次何すればいいのって聞いてくると、そうなんです、これやばいなと思って、あそれでそのじゃあこう、まあ、家まで言うその指示待ちをする子やと、指示待ちをするようになって、あれこれ子供らしくないなと思って、ああそうね、好きなことをするのが子供やもんね、でなんか思ってた時にたまたまこれをされてる方と出会って、なんか面白そうで、その時私も数品とかカラーとか全然興味なかったんです、え何年前なんですか？時はもう本当に鑑定だけしてもらって、それでその時に、ゆか先生と一緒の娘は子、あれ自由です、言われた時に、私は自由な子に何をしてたんやろうと思って、
ね、もうがっつりねこう枠、はい、枠にはめる5号やね、京都奈良のね、そうしてしまって、それでこう反省してもう一切お稽古全部やめて一切やめた、一切やめた。だからそこもなんかすごいよね。いやもう7なんで多分ね、あのスパンって感じできるのかもしれない、そこもすごいなって。そうですね、でこうやめた、どうやめて、で何がしたいって、うん、その子の意思っていうのをこうちゃんと確認した時に、うん、やっぱスイミングはやりたいけど、うん、今のところはすごい厳しいから嫌って言われて、またしかも厳しいところに、また厳しいところ、なんかすごいオリンピック目指すようなはい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 、かわいそうなぐらい厳しいところに行かせてて、でじゃあもうちょっとゆるーく遊べるようなところで、うん、お友達もいっぱいいてるところに行くことに、うん、そしたらもうやっぱり表情もすごい戻ってきて、うん、で5っていうのはすごい水にも関係あるので、そうだ、そうなんです、だから、うん、あやっぱりこの子水生き生きしてるなと思って、これすごいな、私も水泳部だったの、ね、あ、本当ですか、わーすごい、そうなんです、だからね、なんかこれってやっぱり統計学なので、うん、占いじゃなくて、うん、だからあこれ合ってるわと思ってて、うん、やっぱりこうママも入りやすい色、うん、私そこまで色の力っていうのを信じてなかったんですけどその時は、うん、それからこう色彩心理の勉強もしたり、その数字の意味っていうのとこうつなげていくと、あとナナすごい勉強好きなんですよ、ハマ、ね、るともすごいそっちに行ってしまって、うんうんうん、でもこれはすごいと思って、うん、でこれはやっぱりママが笑顔になれると思うんだ、それでこっちに自分も資格取ろうかなと思ってた時に、ちょうど2人目が7歳空いたんですけど、お腹にできて、でこの子だったらなんか自分生まれた時にその数比も見れるし、言葉かけとかも分かるし、やっぱりその色によって言葉かけも違うので、で名前も生まれた瞬間になんか前からは決めないでおこうと思ってたんですけど、それいいらしいよね、なんか生まれたその生年月日と、うん、あと名前を決めてから自分ですぐ見れると思ったら、うん、あじゃあ資格取ろうそっか、はい、そうなんですけど、アメリティアラの山根美沙さんっていう方に習って、はい、へー、すごい、それをじゃあそうやって、まあ、自分のためでもあったし、うん、今はやっぱそうやってあのいろんなママたちをね、はい、見てあげてるみたいな感じなんですよね、うん、ママたちどうですか、 その、まあ、それこそ自分も体験してるからですけど、やっぱり今まで、あ自分はその子供に対して、でもママと子供のそういう関係性を見てもらうっていうのが一番大きいかな、相性とかも分かりますし、うん、あだからこの子はこん なんか自由なんやとか、うん、なんかすごい結構一人が好きなんやとかっていうのもすごい分かるので、うん、ママがすごい目から鱗みたいな話を結構感想でくれたりとか、そうね、ママ自身が自由だっても、うん、子供がかっちりの方だ子だったらね、なんでそんなにって決まりばっかりね、もう守るのって思って、私も守らないんだけどね、そうか、でもそこがこれで見てその診断をすることで、あうちの子はこういう、まあ、性格というか損失を持ってるからっていう風に、まあ、ママ自身も楽になるし、うん、子供も楽になるし、そうだね、やっぱり名前と生年月日っていうのはその人がもう自分で選んで生まれてきたもんやと私は思ってるので、名前もだから旧姓で見るんですけど、あそうそう、あの、ね、女性は旧姓だよね、そうなんです、なんかすごいなと思って、そうですね、だからそうやってな、生年月日だけでも見れるし、はい、名前だけでも見れる、セットで見るということですね、すごいな、なんかこういう例えばみたいな、誰かいたりとかします、言ってもいいよみたいな、けいちゃんが言っちゃおうかなって、実は上森恵子さんもこれなんです、私の娘も5で、ね、私は妹も母親も5なんですよ、うん、本当にもう周りに、じゃあ自由人に、ま、囲まれている7なんで、多分5がテーマなんやろうなと思って、もっと自由な心を学びなさいよとか、こう自由でいいんだよっていうのをこうサポートしてくれる人が周りにいっぱいいるんやわと思うように、あそういうのも分かるわけね、自分に足りないというのが自分を補ってもらう何かみたい なんかやっぱり出会う人っていうのをこう色とか数字で見ていくと、すごいやっぱり偏りっていうかあるので、そこから学べることっていうのがすごい大きくて、せっかくいっぱいカードあるんですよ、今これとこれしか出てないもんね1なんですけど、1の赤なので、なんかやっぱりこう俺っていうのがすごい、 まだ10ヶ月なんですけどでも男の子のね色ってね、
じゃあちょっとずつ、じゃあどんな感じっていうの教えてもらおうかな。2、はい、2はもうコミュニケーションとか1対1の関係とか、なんかこう交流とか、みんな一緒にとかいうのがすごい大きい感じ。ハーモニーとか女性性のナンバーなので、柔らかい感じのとかすごい多い。じゃあ3はもう本当にキラキラとかワクワクとか楽しいとか好奇心で無邪気な感じの方が、ね、じゃあ、4と9は画面にこの辺に出ると思います。出しますね。あの、おそらくね、こうキラキラってしたって見えてないかもしれないので、で、ちょっと6がね、あ、おそらくあの画像でも全然出しにくいかもしれない。6だけちょっと見てます。ちょっとピンクとね、赤がうまい感じであるのが6なんですよね。これはどういう？これはね、本当に母性愛とか、美術とか芸術も関係あるんですけど、本当にもうお母さんみたいな、もうすごい優しくて、美術、ヴィーナスみたいな感じの方で、どうしてピンクと水色にこうあるか。そう、これね、6だけがこの2色なんですよね。ピンクはもう本当にそのね、あの抱っこセミナーでもあるような幸せホルモンみたいな感じの、そうか、そうか、多分幸せとか愛情っていうとピンクが真っ先に浮かぶと思うんですけど、そのピンクと、あとブルーっていうのはマザーテレサとかが着てたあの街灯の色なんですけど、そこからも慈愛とか奉仕とか、そういった意味も含めての母性愛。はい、で7がさっきのね、みのりさんが言ってた、はい、これは紫色ですね。ですね、はい、で今度8が、はい、また画像で出しますね。ゴールドなんですけど、はい、8ゴールド、これは成功とか栄光とか社長に多いタイプの色とカラーの数字みたいな。そう、なんかね、あのこう、ね、なんだっけ、これなんて言えばいいのかな、こういう一言というのかな、と経済力とか、ね、経済力とか、やっぱゴールドなので、なんかやっぱ 金ですね。そう、私もちょっと一緒そう、私8が足りないっていう、あ、足りないって言っちゃったね、8を補うサポートしてくれるのが8だということで、ラッキーカラーとかも分かるので、1年の流れとかが一番面白い。あ、そう、なんかね、そのね、年によってもね、違うっていうことで、誕生日からこのステージに入るっていうのがあるんですけど、やっぱりセッション受けてくださる方、大体がなんか1のスタートの年だったりすることがすごい多くて、やっぱりみんな答えは自分の中にあるけど、後押し、最初の言葉から後押ししてほしいやろうなとか、すごい思いますね、今ね。ただ普通にそれこそちょっと先週ママ企業っていう話をしてたんですけども、もうそういう風なのでもちょっとこう気持ちでなんとなくもやっとした人がちょっと見てほしいというのか、見るって言っていいの、診断する、それは気づいてもらう、気づきの種をプレゼントっていう感じなんですけど、なるほどなるほど、なんかやっぱり自分で色塗ったり計算することでこう音にも落とし込めるし、自分で腑に落ちないとやっぱりわからないっていうのはすごい、私が言うんじゃなくて、鑑定するんじゃなくて、自分で分かってもらう。そうか、別にみのりさんがこれ、ね、言葉とか出してるわけじゃないもんね。そうです、そうです、そのそれぞれの数字とそれぞれのその色にそういう、まあ、意味とかがあるっていう、あるので、この中で気になるのはどれですかみたいな感じで、やっぱりその人によって気になるキーワードが違ったりするんですけど、それが一番その人にとってのテーマであったりとか、必要な言葉だと思うので、自分にしか答えはわからないな。なるほど、そういうのが、まあ、じゃあそうやって見ていただけると、はい、それはみのりさんは今そういう活動をされていて、はい、まあ、じゃあママたちが例えば私もそういうねお話聞きたいわっていう方がいらっしゃったら、どういう風な感じで、Facebook とか、メールの方から、送ってもらって、で、その日時を決めたりとか、やっぱりこう私も赤ちゃんがいるので、子連れで OK な人と子連れでは嫌っていう人がいれば、それでこうまた調整して、その場所であったりとか、またその人に合わせてしてますね。お友達とグループでしたりとか、あとはイベントとかお茶会をしてるんですけど、毎月それで一緒に。お茶会をされてるんですね。2枠だけ設けて、ちょっともうプチだけなんですけど、セッションしたりとか、あとはもうがっつりセッションだったらもう1時間半とか1時間で個人的に、個人的に、もうほんとさっきやちょっとね、この番組撮る前にもちょっとしていただいたんですけど、かなりね、いろんなことがね、なんだかな、こう、バラされる、私的に言うとなんかバラされるっていう感じだったんですけど、あははだって、ね、
ていうのをこうちょっと隠してるわけじゃないけどね、私が今までなんかないところが、ね、出てっていうかこう確実のもとにさらされたみたいなところがありましたけど、でもまあた、まあ、なんだろうな、そうそのがっつりこう悩んでるっていうよりはやっぱどうしていいのかなっていうか、これから先こうしたいとかそういう人にとってみたら本当こう背中を、ね、押してもらえるツールというのかね、ポジティブな気持ちに なれるの で、うんうんうん、でなんかやっぱりその数字にもカラーにも言い悪いは絶対ないんですよ、うん、なるほど、あそれケイちゃんも言ってるね、別にいい、うん、カラーにいいがとか悪いがないって、黒だから黒だからなんか悪いとかじゃないとか、ね、うん、そうなんです、それはその時の気持ちだったりとか、うんうんうん、それもその人の今の状況にあったものなので、うんうん、それをこう認めることでさらに上に行けると思うんです、なるほどなるほど、まずはだから、そう自分を知る、そう自分を知り相手を知るツールの一個やなと思うんです、もうこれが絶対やから信じてとかそんなもんではないと、うんうん、それやっちゃったらそれやっちゃったでまたちょっと辛くなりそうだもん ね、あの時にああ言われたからこうしなきゃみたいになっちゃったら、あの色持ってたからあかんかったったらいやいやでもなっちゃう、気づいたらそうやってんなぐらいの、うんうん、でもあの結構これ気にする人はね、あ今度買うのはこれにしようとかってね、ガチガチになってしまう方もいらっしゃるけど、ちゃんと今度自分の気持ちと相反したり、そうそう、あのね、嫌いな色だけどこれ持った方がいいやってなっちゃうとあんま意味ないもんね、そうなんです、いやでもこれは私も今回初めてこの数秘聞いたことはあったんだけど、なかなか怪しく聞こえますけどね、何だ秘密やろ、ごめん、 私がちょっと若い思ってたの分かっちゃったのかな、いや、うん、これはすごいあの面白かったっていうのと、まあ本当に自分で気づいてない部分も気づかせてもらえるし、やっぱりでも今度子供を見てもらおうかなっていう気にね、もう一番知ってほしいのはもう親子で知るとすごい、うんうん、自分も楽やし、うん、子供も楽やし、うん、まあ、大体皆さん親子でお願いしますって、うん、旦那さんは一番最後なんですけど私ね、旦那より先に違う人見てもらったこれですね、いやっていうか旦那見てない、まあいいやそうか、でもね、そこでこうより深く相手を知れて、その人に対する言葉かけをこう、うんうん、うまく、例えばもう一の子やったら一番が好きやから、うん、あなたが一番だよみたいな感じで、なんか数字でやってあげると、そういう気持ちもなんかスッと入ってくるんだろうね、ただ単純に ね、あなたが一番って、じゃなくね、数字が出てるこの数字だよと、本人にもきっと意識の中に入り込む、ね、可能性高いですよね、面白いと思います。これはじゃあそのみのりさんにそうやって直接連絡をするような形でいいですかね、はいはい、そういうやっていただきたいっていう方はね、じゃあ、一応検索をするとすれば、数秘、数秘、つむら、つむらちょっとね、ちょっとあれですけど、数秘で、スペースのつむらでやっていただければ、数秘&カラープラス絵本、うん、あもう絵本まで入れちゃうと、絵本、数秘と絵本やってるのは今検索した限りでは私しかいないので、ああ、で、ね、じゃあぜひつながって、まあ、マラフも当然あのちゃんとリンクを貼っておきますので、ね、ぜひつながっていただいて、そういう親子関係を良くしていただければ、Facebook、はい、メッセージをつけていただいたら、はい、全部承認します、あ、そうですね、わかりました、ぜひぜひじゃあ皆さんもね、この数秘をぜひ使ってみてください。性格ちょっと分かりますよ的な、はいはいはい、じゃまず赤色、赤は黄色でね、はい、見ていきますが、赤の子、まあ、男の子で言ったらリーダー、ね、うん、ヒーロー、うん、俺についてこい、俺に任せとけ、ね、プリキュアでも赤系の子って ね、男勝りボーイッシュ、メインの子やね、そうそう、
メインはピンクですよ。あ、メインはピンク。そう、ピンクで、その横にいてるちょっとやんちゃな女の子、情熱的な感じの。そうそうそう、喧嘩っ早い。ああ、そっかそっか、今そうなんだね。そうです、そうです。ピンクがまあ大体リーダーですよね、女の子ね、プリキュア。なので、まあ、あげてあげようみたいな、あげてあげようみたいな、はい、はい、で次、青色系の、男の子は、クール、冷静、でちょっとこう誠実に、何でも言うてみみたいな、ええようにしてるから、なんか悪い子悪い子で、女の子でプリキュアでもお姉さん的でちょっと知的で、相談したらいい答えを払って言ってくれるみたいな、生徒会長的な感じ。そうそうそう、なのでそういうのが好きな子はちょっとね、クール、そっと見てるキャラの子が多いかな、はい、で黄色はひょうきん、はいはい、カレーそうそう、カレーちょっと太ってるけど、ひょうきんでね、ムードメーカーでね、プリキュアで言ったら妹分的な、弟分的な、ちょっとね、あれね、ももクロでもそうかも、いじられる的でもそれって実はね、頭がいい、計算高かったりします。あ、なるほど。妹とかね、結構計算してるでしょ、ここでちょっと泣いたら可愛がられるから、わかるわかる、はい、そういう感じの黄色な感じかな、はい、まあ要注意してみて注意じゃなかったな、注意じゃなかった、紹介しました。そうやって色で見るってなかなかこう面白いですね、はい、なんかその色を絡めて、はい、起業家さんを応援する何かがある、はい、ママ起業家を応援する7月7日大阪の、7月1日ちょっと、あ、すみません、私が訂正してください、7月1日水曜日、ドンセンターで大阪です。新作ネタです。可愛がられて活躍する方法を色を絡めてね、はい、自分の性質、才能をどうやっていかに発揮して、しかも自分の力だけじゃなくて可愛がられるか、で他の一人だからね、ガンガン活躍していきましょうっていうネタを、新ネタをぶっ込みますので、はい、ぜひぜひぜひ、なんかもう申し込み入ってるらしいですよ。どいや、もしかしたらオンエアの時には満席かな、あら、やだ、はい、そんな感じになれるかもしれない講座ですので、ぜひ来てください、はい、ではまたママラフ来週です。